はい、どんちゃー、ササイアンです。本日もニュースをついていきましょう。すいません、告知を一つ。昨日の動画で今日水曜夜にですね、ライブをやると言っておりましたが、ごめんなさい。明日の9時に変更いたします。夜9時に変更いたします。日時ずらしてすいませんけども、よろしくお願いいたします。さて、今日取り上げるのは、朝日新聞の世論調査です。少し古いデータなんですけども、あまりね、皆さん取り上げてる方はいらっしゃらなかったので、俺もしかしてこれ爆笑してるの僕だけですかっていう感じでね、なんかぼっちな気分になってしまったので、皆さんにもそのね、情報を共有してやっていこうと思います。僕のおしゃべりを聞いて目のつけた方がいいねと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではね、早速記事読みの方から参りましょうか。朝日新聞より見出しがですね、菅首相と枝野氏好感度がより低いのは朝日世論調査ということで、早速本文の方を読んでいきましょう。菅首相は嫌いだし、枝野幸男立憲代表はもっと嫌い。これちょっと参りましたね。絶対誤解が生じるやつじゃん。僕がね、菅さんよりも枝野さんが嫌いって言ってんじゃないんですからね。朝日新聞が取った世論調査の結果で枝野さんが荒れすぎるってんでね、そういう風に書いてあるだけですからね。もうね、絶対俺左翼に狙われるわ。一応ね、記事のソース概要欄に貼っておきましたんでね、それをね、ちゃんとチェックしてくださいねっていう方でね、もう一回最初からいきますよ。菅義偉首相は嫌いだし、枝野幸男立憲代表はもっと嫌い。朝日新聞社が実施した政治意識に関する全国世論調査で、政治家や政党団体について好き嫌いをとても好きプラス3、それからとても嫌いマイナス3までの7段階で選んでもらうと、そんな有権者の思いが見えてきた。これは上からですね、プラス3、プラス2、プラス1、そして、どちらとも言えないが0になっていて、さらに、マイナス1、マイナス2、マイナス3というね、この悪い評価。これで、まあ、7段階評価と言っているわけですね。で、ちょうど中間点を0にして平均点を比べてみると、菅義偉はマイナス 0.27 で、枝野幸男がマイナス 0.43 だった。それから自民党はマイナス 0.11 に対して、立憲民主党はマイナス 0.59。おい、朝日新聞は立憲民主党を潰す気かと、そういう数字はいつも隠せて言ってるじゃないですか。もし隠せないのであれば、せめてもうちょっとベタ記事扱いにして、紙面のね、隅っこあたりに載せてくれないとさ、野党第一党の立憲民主党が潰れてしまったら、政権批判の受け皿がなくなるだろうとね、そんな悲鳴が聞こえてきそうですけれどもね。で、政府に批判的なメディアはマイナス 0.27、デモで声を上げる市民団体はマイナス 0.66 だった。そして、立憲民主党とデモで声を上げる市民団体の好感度が同じように低かった。え？そうなの？あ、そっか。立憲の評価はマイナス 0.59 で、デモの市民団体がマイナス 0.66 ですからね。あ、ほんまやってね。明石家さんまが言ったとか言わないか。いや、言ってないと思いますけれども。で、菅と枝野を男女別に見ると、菅は男性マイナス 0.25、女性マイナス 0.28 に対し、枝野は男性マイナス 0.60、女性はマイナス 0.29 だった。あれ？これちょっと面白くないですかね。菅首相ってなんかね、ムスッとした感じでね、特にその女性への好感度が低いかと思ったんですけどもね、こうやって男女並べてみるとほとんど差がないっていうことなんですよね。で、それに比べて枝野さんって人はですね、男性マイナス 0.60、女性マイナス 0.29。 いやー、これはちょっと枝野さん、日本の男性陣からダメ出しを食らってるということじゃないですか。これはダメだ。立憲は党首を交代することをお勧めいたします。もうね、大体僕には目星がついてますよ。次の立憲の代表は、さっきの国会で、白新君君の隣でですね、春眠暁を覚えずを、ものの見事に実践していた、福山の陳さんこと、福山哲郎さん、あなたが党首にふさわしいと、国会の場で堂々とね、寝ている、こっくりこっくり寝ている姿を見てね、ささやは確信いたしましたよ。あの図太さ、肝が据わってると、このぐらいの胆力がないと、党首なんてできませんよね。はい、それで、支持政党別に見ると、自民支持層では、菅はプラス 0.54、自民自体のプラス 1.07 を下回った。立憲民主党では、枝野はプラス 1.09、立憲自体はプラス 1.39 だった。なるほどね、と。菅首相も枝野代表も、所属政党の政党支持率よりも、自分の個人の支持率が低かったと。これは確かにいかんですね、と。この辺確かね、安倍さんなんかは自民党の政党支持率よりも、安倍さん個人というかね、安倍政権の支持率
が、自民党の支持率を、ね、大きく上回っていったということがありましたからね。さっきちょっと確認しましたけどもね、2014年の1月、これテレ朝の世論調査データなんですけども、安倍内閣の支持率が 53.3%、そしてね、自民党の支持率が 43.1% ね、こんなに 10% の数字の差があったということですからね。まあ、いかにね、安倍人気があったとかというのを象徴する、まあ、データなんですけどもね。まあ、これ、単純比較はできないんですけどね、個人じゃなくて、これはあくまでも、安倍政権、安倍内閣の支持率ですからね、まあ、参考値ということで、よろしくどうぞと。また続けますけども、5つの事柄について、首相にどの程度必要かを4択で聞くと、リーダーシップと公正、誠実さを求める意識が浮かんだ。大いに、ある程度を合わせた、必要だは5つとも9割超だった。これ文字だけ読んでても何言ってるのかわからないので、一応ね、朝日のね、ウェブに載ってたグラフをお見せしますけれども、ドン。まず、政策理念でしょう。それから、調整能力。そして、リーダーシップ。下に行きまして、公正さ、誠実さ。そして、最後に、発信力。一番右は関係ないデータなんで、ちょっと割愛させていただきまして。この5つの指標について、必要かどうかをグラフ化してるんですけども、もうね、朝日新聞ってどんだけアホなんですかと、呆れちゃいましたよ。だってね、これ一例を挙げれば、リーダーシップって何に対してリーダーシップを発揮してほしいのか。新型コロナが、まあ、再発したのでね、リーダーシップを持って、ロックダウンをしてほしいと、そんな判断を期待しているのか、あるいは経済を立て直すためにリーダーシップで消費税を減税するだとか、何に対してリーダーシップを発揮してほしいのか、漠然とね、リーダーシップは必要かどうか、こんな風に尋ねられたら誰だって答えようがないじゃないですか。そうすれば答える側はですね、必然的に、まあなんだかよくわからないんだけども、リーダーシップはないよりあった方がいいに決まってると、そういう判断をしますよ。皆さん、ここですよ、ここ。曖昧でかつ当たり前の質問を投げて答える側が選びようがなくてですね、必然的にそれを選ばざるを得ない質問、これをね、バイアスがかかった質問って言うんですよ。だからもうね、元アンケート用のササヤンから言わせれば許せない、完全に間違った設計、質問設計をしています。こんな質問をすれば朝日新聞の論調に沿った回答が出るっていうのはね、アンケートを取る前から分かってるじゃないですか、どうやったってね。もうこういう質問ね、マーケティングリサーチ目線ではバイアスをかけたね、質問設計って言うんですけども、朝日新聞の世論調査部はバイアスがかからないように日々どういうチェック体制を敷いてるのか、ちょっとね、ささやにご教授いただけないかしらと、もう呆れるんだよね、本当にね。だからこの部分の調査データはですね、バイアスがかかりすぎて論評に値しないので、以下同文ということでね、あとの4つもね、割愛させていただきます。切り捨てごめん、はい、さようならっていう感じだよね。でまた続けておりますけれども、衆院選で投票先を決めるときに政党の党首が誰かをどの程度重視するかを4択で尋ねると、大いにある程度を合わせた重視するが 70%、 あまり全くを合わせた重視しないが 28% だった。はい、つまり衆院選ではね、次の衆院選では候補者そのものの評価に加えて党首の資質だとか人気も加味するよということを言いたいわけですね。まあその理論は賛成なんですけども、でもそうなるとやっぱり朝日新聞は立憲に弓を引いた形になっちゃうんですけど、これ大丈夫なんでしょうかねと。だって冒頭ではっきり言ったじゃないですか、菅義偉首相は嫌いだし、枝野幸男立憲代表はもっと嫌いってね。そう書いてんじゃん、朝日はね。そういう下位蹴りはやめなさいよと。じゃないと、立憲のちびっこギャングこと安住淳さんが、議員会館にね、こう自分の部屋にですよ、朝日新聞をね、壁に貼り付けて、クズ、ゼロ点ってね、スーパー上から目線で採点されちゃいますからね。いやー、しかし、あの安住さんが国対委員長を務めてるっていうんですからね、立憲でトリッキーな人材が豊富ですよね、と。はい、それで、町鳥兄弟教授は、立憲の枝野幸男代表は菅首相よりも嫌われている。立憲は少数派の権利を重視する政策を打ち出しているが、高齢層といった限られた人々しか響いていない。枝野代表と立憲の政策路線は多くの有権者に将来への期待を与えていないのだろう。おーい、おいおい、ちょっと待ってくれよと。兄弟の教授、お前は一体何を言ってんだと、京都出身の山井議員が言ったとか言わないとか。いや、それは言ってないと思うんだけども、デモで声を上げる市民団体への好感度が低い背景には、多数派の支持を受けたリーダーが決めていくことは当たり前じゃないかというオーソドックな民主主義感があるようだ。ああ、これはもうグーの根も出ないですよね。で、この考え方は多数決と選挙結果を特に重視する。その裏返しに、選挙以外の政治参加に対する評価は低く、デモを嫌う気持ちが強く出ているのではないだろうか。おしまい。
ということで、何でしょうか、京大の町鳥教授は。立憲に叱咤激励したいのか、それともただ単純に朝日の新聞記者がインタビューする教授を間違えてしまったのか、どっちなのかよくわかりませんけれども、いずれにせよ立憲の榎野さんが終わってるということはね、朝日の世論調査でもなんとなくわかりました。もうね、僕の視聴者さんからね、ああ出た出た、いつもの調子でね、元アンケート屋の笹谷が世論調査いじりをしているわーってね、感じで、だからね、調査データ、世の中に転がってるアンケートデータなんてものはね、質問レベルまで精査していかないとダメなんだよっていうのがね、十分分かってもらえたかと思うんですけども、これに気づかず出力された結果だけを見てね、議論する人々が世の中には本当に、ね、多すぎて困ってるんですよ。特にね、テレビのコメンテーターとかはね、でかいタッチスクリーンですよ、大きな円グラフだとかね、こうモーフィングしてね、ビヨーンと伸びていくような棒グラフだとか、ああいうグラフィカルなやつを見せられると、もうね、そこに表示されている数字を完全に鵜呑みにして事実と曲解して、それ前提で議論が進んでいくじゃないですか。だからね、皆さんにお伝えしたいのは、世論調査を見てなんか変だぞと思ったらね、むむむと思ったら質問まで遡ってみてくださいねと。所詮新聞屋のね、世論調査部なんてものは調査でお金がかかっている割にいまいち読者に読まれていないっていうね、そういう実態なので、そうするとですね、その新聞社のね、会社経営者側からですね、存在意義を疑われちゃうわけですよ。最悪ね、世論調査部は金食い虫だっていうふうに言われちゃう。だから、ちょっとでも紙面倍数データが欲しくなっちゃって、知ってか知らずか意図してないのかよくわかりませんけれども、ついバイアスが出る質問を作っちゃうっていうのがね、まあその世論調査部の実態じゃないかしらと、皆さんも、ですからね、これ世論調査見るときには十分お気をつけくださいねと、なるほどと思った方はチャンネル登録よろしくお願いいたしますね。さて、今日も話が長くなりましたので、これくらいにして、最後はほっこりのずかけで締めたいと思います。枝野さんは人気がないとかけまして、打ち込まれたピッチャーと解きます。その心は、投手交代。ということで、冒頭申し上げた通りですね、明日の木曜ね、夜9時からライブやりますので、ご都合つく方は画面の前でお待ちしております。聞きたいことがあればですね、今のうちにコメ欄だとか僕のツイッターを利用して質問投げておいてください。ということで、本日も面白かったよ、ためになったという方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。笹谷でした。